まあ、シーズンオフなんで、特にこれといった野球の話はないんですけど、まあ、キャンプインの話とか、契約更改の話とか、そういうのですけども、何のことか、ちんぷんかんぷん。野球好きな人がね、いらっしゃったら、それは、それで、ついていけるかなと思うんですけども、必ずしもそうなばっかりじゃないんで、ね、いかげ、ちゃんとね、普通に話しとかなあかんなと。まあ、今年もよろしくお願いします。今年もね、いろんなイベントやっていきますし、ね、ナゴミンズっていうユニットがね、結成したんで、それもやっていきたいなと、思って。そう敷いてナゴミンズでしょ？思っております。そしてナゴミンズでしたね。自分のユニットの名前ぐらい覚えときゃって話なんですけど。自分でつけたのに。忘れっぽいんですよね、そこがね。いかんなと思いながら。じゃあ、次はね、そのナゴミンズでね、一緒に歌っていこうかというね。もともと長月愛花、その昔は愛花という名前でやってた、その名義でやってたね、長月愛花君のね、歌の一つなんですけども、一緒にやることになって、後ろで僕がギターを弾いて、本来は彼女がね、歌うっていう、歌なんですけども、先ほどね、長月愛花君のステージでね、ありがとうの歌っていうね、歌を歌ってあった、そのね、その歌を原曲にベースにして、僕がね、そのナゴミンズ一緒にやっていこうかと、長月愛花として新しく、その名前変えてね、気持ちリフレッシュしてやっていこうかというのと、そのナゴミンズ、そしてナゴミンズでね、やっていくにあたってちょっと、ちょっとね、歌をリノベーションしようかということでね、そういう試みで作った歌がありまして、同じありがとうテーマなんですけどね、すごい、しっとりと、した歌に仕上がっております。では、歌わせていただきたいと。ね、長月されてましたね。その、この後、やってもらうと、この歌登場するんでというふうに、完璧ネタバレでございますけども、じゃあ歌わせていただきたいと思います。小一郎バージョンで、ありがとう魔法の言葉。ありがとう、ありがとう、ありがとう。みんなが笑顔になれる魔法の言葉だよ。ありがとう、ありがとう、ありがとう。ハッピーになれる魔法の言葉だよ。ありがとう、ありがとう、ありがとう。伝えよう思いを込めて、大切な魔法の言葉だよ。今日はありがとうございます。でも幸せです。ローリーさん、そして皆さん、ありがとう。ララランみんなと一つになれる宝物だよ。ありがとうございます。ありがとう魔法の言葉、お送りいたしました。本当に今日嬉しい、ありがたい気持ちでいっぱいです。じゃあ。